ほら、いっちゃん、朝だよ。起きて起きて。起きるなら、どうしてまぶたを閉じるの？しょうがないな。そんなに起きられないのなら、こうするしかないよね。どうしたの、いっちゃん。まだ寝ぼけてる？こんなにお寝坊さんだなんて、ゆうべ夜更かしでもした？いっちゃんがなかなか起きないなんて珍しいから、ちょっと心配しちゃったよ。熱でもあるんじゃない？見た目ほど熱はないね。あれ？もっと赤くなった？じゃないと思うけど、でもどうして？夢？あ、そっか、そうだよね。いっちゃんも男の子だものね。お姉ちゃん気づかなくてごめんね。用意ができてるから、早く着替えて降りてきてね。いい加減にしてください！いきなりじゃありません。さっきから話しかけているのに全然返事をしてくれないからです。そんなにため息ばっかり。
せが逃げちゃいますよ。ため息の原因は何ですか？関係ないって。そういう態度を取るのならいいです。自分で考えます。今日の兄さんは朝食の時もなんだか様子がおかしかったんですよね。そんなことありません。だってそら姉のあーんに変な反応してたじゃないですか。確かにありますね。でもそれは外のことですよね。学園とか月見団子とか人目がある時だけです。そうやって言い訳するところがむしろ怪しすぎます。おかしいのはソラ兄に関係している。なるほど、そういうことです。別に何でもありませんよ。さーっと、暑いですね。兄さんを反面教師にしろって意味ですよね。ありがとうございます。見本にさせていただきますね。悪い意味に。邪魔みたいね。